きロックコロシアム。さぬきロックチャンネルをご覧の皆さん、うどんちゅうちゅう黒いです。やるじゃん。そうよ、こういう細かい気遣いがね、やっぱ積み重なって、千葉さんはちゃんとこういう司会者が出てるならっていう評価につながります。小田さんとかはやっぱ基本こういうのがないよね、全く遊びがない、遊びがない、余裕がない、言われた台本通りのこと、ドライブインウエスト、それは九州のうどん屋内会。いやもう、それはだから言われずにやるっていう。あ、なるほどね。初めてですね、四国で。そうなんだよね、うん、四国って結構やっぱリスナーの皆さんからも来てほしいですとか前々から言われてたからね、うん、やっとこの機会に行けるっていうのめちゃくちゃ楽しいです。行っちゃうぜ。普通に行ったことあるんですか？ない。ない。あるあるある。ある。あの、なんだっけ、徳島県。うんうん。それは何、旅行で？そう、渦巻き見に行った。いいですね。鳴門大橋だ。あ、鳴門大橋。あ、そうそうそう。あと芋。芋？なんとか芋。へぇ、そうそう。姉ちゃん。香川だから。あ、それ香川。徳島だ。あ、そうなんだ。ああ、そういうことです。はい、では皆さん、僕たちに美味しいうどんのメーカーを教えてください。メーカーあれですよ、うどんの。でしょ、だって喋ったのに。言いすんじゃねえ。どれ買えばいいかっていうのを教えてください。お土産の話聞いてるの？店とかじゃない。店じゃない。まあじゃあお店も教えてください。いや、絶対今、違う、行かないで買ってみる。絶対今、店の話しようとしてる。お店主軸で行け。俺結構お土産の。ああ、そう、頭に入れちゃってたわ。なるほど。でも普通聞くのお店で。入れちゃってた。はい、以上。